bawa. みんなちゃんと座って飲み物は行き届いてるかな。今日はね、激しい雨が夕立の中であってね、夏らしい感じだったし、飯能の方では飯能祭りもあったっていうしね、みんなあちこちで、で来週はね、飯能も盛り上がるだろうけども、東村山の方でも町ジャムっていうイベントがあって、いろんなところでやってるライブハウスっていうのがあって、日中から駅前でもやったりという形で、そこら辺にいる仲間もみんな向こうに行って、22、23の2日間かな、3日間か、24日までやろうか、21、22、金土日の金曜日は夜からだっけかな、そういう風にね、やったりしてるんで、結構音楽仲間がね、ずっと集まって、日本中のね日本中の無理じゃない、世界中、あ、世界中いいね、僕も行けたら行けたいなと思って、埼玉の西の方からですね、来てもらった僕の友達をサミアラさんと、そして初ライブがサミアラさんとエビスカフェでできて、僕は本当に幸せです。今日は本当にね、みんな来てくれてどうもありがとう。もう本当に本当に飲んで食べてもらって、どうぞ、僕はいやーゆっくりありがとうね。Thank you.
するその顔に貫くという名の小さな風さ涙が化粧がどうなるのお前が一人で知らなくて俺は通りすがりハーフの歌顔たちまで歩いて肌寒い夜の街角で バツイチチョンがね、チョンがこういうわけでもね、チョンがオールシングル、オールシングルですよ。一回り回りましてですね、すっきりしたミニですけどもね、あと恥知らずという名前でやってます、なぜ恥知らずかというと、彼らがやっているのはさにあらず、だから僕らがケンさんと一緒にやろうということになったんで、8月のラズつながりになろうということですね、よろしくお願いします。よし、まあ、今日はですね、こうやって知らず知らずというわけですけれども、あるのね、今1曲目、シングルチャートをライトは別に2015年に飛ばしたシングルですけど、まあ地味にね始まった1曲目ですけれども、なかなかこれはまだまだ出てません。では次に行ってみたいと思います。
ソというタイトルですね。このタイトルは、斉藤和義さんも同じ曲名でやってますが、どっちが先かというと、どっちとも言えないけれども、作った順番からいくとあっちが先かな。同じタイトルで勝負してます。違うね、本当はそんなのじゃない。同じタイトルでやってるのは、斉藤和義の YouTube を見てきて、歌うたいのバラッとやった時に、あれは誰かカバーしてんのかなと思って聞いた時に、あ、全然違うやつやってるなっていう、ただ単に便乗。大体考えてること腹黒いから。さっきはなんかね、怪しいブロッコリー頭したやつがね、なんかやってましたけど、ベース弾いてね。あの人は帰っちゃった？あの人は、もう救急車に連れて行かれたよ。やっぱり、やっぱりだよ。専門用語でエコーっていうのかな、広がりが。だから練習してて気持ちいいんですよね。勝手に言ってるっていうか、誰も聞いてるわけで。最近はほら、聞かせようとかと思ってもみんなスマホで音楽聴いて耳でやってるから聞いてないんですよね。だからちょっとぶつかったりとかっていうこともあるんですけど、どんな気持ちで。どこに？あ、狭山市駅ですか。あ、毎日やってません。一応やってるのは日曜日か土曜日かなみたいな。いやー、まあね、本当はそんなことはない。まあとにかくね、こうやっててなんかいい女に出会えるという人。そこだ。それぞれしか考えてやってないよ。出会ったんじゃないの？いや、出会った。まあな。まあな。最低だな。まあ飲もうよ。俺もやろう。とにかく街に出なければ出会えませんね。そうだね。そうだ。いいなし。
ちゃんとこれやっといて悩まずにするのこれはあれだよね。ですね、そんな感じですね。手術の、お試合曲は増長して続いてますが、これ2013年に飛ばしたヒットチューンですね。なんで飛ばしちゃったの？これはですね、これはもう本当に今私に歌わせてっていうオファーが来てる曲です。ダッシュボードメアリー。なんだっけ、テンポ吸ってなかったね。そうだ、ビッグナンバーなんだけどね。
今日はね、とこうやってあのいつもエビシカフェに来るとですね、こうやってあの誰かしらが演奏しているところにあの音楽好きな人たちがですね、音を出して一緒に結局やるあのセッションをしてるような感じも。皆さんにとっては初めて聴いてもらうような曲ばかりで、どうも。でも前にどこかで聴いたことがあるかもしれないような曲、みんなが知らないうちに聴いているかもしれない。ちょっとね、昭和の香り漂う曲ですけど、次ほとんど、歌が出てくるところはありませんが、まあ、ビアホールの演奏バンドが何かやってんなというぐらいで、おい、鹿原さん、どうも、さっぱりしましたね。
寂しい日々静かに流れてる ね、すごいね、いいなって思う時があるわけ。皆さんにも あるかと思います。ここはだけは俺はいいなっていうか、自分でねやってて、大したことないんだけど、全然ね、洗濯しするじゃないですか。最近一人暮らししてるから、洗濯した後に洗濯の浴槽の脇に糸くずを拾うところがあるんですよ。そこを洗濯し終わった後、必ず開けて糸くずをこうやって取る。それがなんかね、誰かに言われたわけじゃなくて、俺はやってるの。その瞬間だけ俺偉いな、よくこういうのも忘れないでやるよなっていう自分が、そうっていうやってるよ。大体男の人ってたまったんじゃないかなって。俺はそこたまってないですまあ俺ねそんなもんよ。何にも関係ない。小さい小さい。まあ
まあ次の曲聴いたら、まあ次の曲はね、まあレコードに出したは出したんだけども、鳴らすまずくなんじゃなくて勝ててもらえないんですよね。放送禁止用語があって、やっぱり自主規制してくださいって言われてですね。結局さ、それ上半身さ脱いでおくといいんじゃないの、暑いじゃないの。いやいや、俺痛いの。痛い痛い。一枚あのパッとこう摩擦がパッと入ると俺はパッてこう。いや、それは入らないんだけど。貼るんですよ。今日俺あの心の体の心の周りに沿ってきた。結構出てきちゃってるから脱げないみたいな。そういうお客さんの要望もあるかと思って、一応はね。2人に任せます。で、音が。システムが分かってI'm gonna love you now.
当には足りてたらやろうさ。美容が言うこともっともだって流れ果たえて全部かいな。全てをかけてこす人生は天国行きの切符手に入るぜ。知らずラストナンバーとなってしまいます。このラストナンバーとなってしまいますという言い方もいいよね。今やこの言葉は下なんだよね。分かんないけど言うかな。ラストナンバー今日はどうも本当にこの来てくれてどうもありがとうございます。それではよかったよね。アクションズも良かったよね。あともう一人なんか言ったけどね、あれはいいや。オーケー。救急車で運ばれた。早くしたら敵やから。今日私紹介だからって思って。まあ俺もね、こうやって元気でいるようになるけど、頑張ってロックのレアクしたいと思います。Yeah! トブレスカーボーイ2のテーマ曲です。 2,3,4! サブリアメの中を波なしで俺は走ってる。暗闇の中を走ってろ。お気に入りのグラスとタバコくわえたあとハーフがダッシュボードに転がってる。横には請求書の山。私がワイパーにかけてされていこう。バックミラーに映る山も一つ穴に滲んで見える。いくつも出るもないのだろう。俺はアクセルを踏み続け、ただこの体を揺らしているさ。離れ黒かれこせるまま
ちろんどうろう幾つも眠れない夜を俺は明日の日何ありますか？